で次なんですが今南半球だけなんですけれども夜空にほうき星が美しい姿を見せているんですこれは一昨とニュージーランドで撮影されたマックノート彗星です,です、ね、この彗星は2006年8月にオーストラリアの天文家ロブ・マックノートさんが発見したもので彼にとっては31個目に発見した彗星ということです 彗星なんですかこれそうなんですよ、うん、そしてこちらがオーストラリアの写真家アンソニー・カッフリーさんが撮影したものです、うん、ここ数日南半球ではご覧のようにまさにほうき星といった形のマックノート彗星が肉眼で観測されています、うんうん、驚くべきことにその明るさは太陽に最も近づいた13日ごろにマイナス6等星として観測されたところもあったそうです、うん、でマイナス6等とというと 三日月よりも明るいということになるんですねすごい綺麗ですね、はい、美しいですね,ですねでマックノート彗星は南半球で今月いっぱいその姿を楽しむことができますその後は徐々に太陽から離れて二度と戻ってくることはないということなんですね何の関係もないんですけど加藤さんこの前取材からとあの天美大島のいらっしゃった田中一尊さんが生きていらっしゃったらこの絵描いてほしいなと、はい そんんな感じしませんそうですね、すっきりしてますね <laughs> すね。ね。そうで宇宙の摂理は美しくてしかも無駄がないというふうに思いますね、そうですね。なんかまた今後、太陽から離れていって、二度と戻ってこないっていうところがね、んなんとも言えないですよね。じゃあ、再度ちょっと空を見てみますか。川、はい、さんお願いします。